ラプラスをゲット後、元の場所に戻ろうとしたところ、数名が別の場所へ向かうのを目撃。さてはレアポケモンか。ついて行ってみることにしました。影になってるこいつか。ポケモン GO をしてなければこの時間帯にこんな場所を歩くこともないだろう。そんな場所を同じ目的を持った人たちと歩いているのが面白い。一人だと寂しいかな。前方に人が溜まってます。そろそろのようだ。日本科学未来館の近くです。そろそろ出るかな。出た。ラプラスの次にサナギラスとはさすがお台場だ。では行きます。1投目、うおお。2投目、ぐお。3投目、ダメか。4投目、うおお。5投目、なんと。6投目、7投目、来い。まだ。8投目、やったぞ。サナギラスゲット。この図鑑に登録される瞬間がいいよね。よし、この調子でガンガン集めるぞ。この直後、地元で影を見つけるも GPS の不調でゲットできなかったイワークも初ゲットしました。お台場すごい。